愛知県では今日151人の新型コロナウイルス感染が確認されました。先週火曜日から417人の減少です。また県内で2人の死亡が確認されています。一方、大村知事はワクチン接種が進んでいることを受け、県内8カ所の集団接種会場のうち空きがある一部の会場で明日にも予約なしでの接種ができるようにしたいと話しました。